まずは前走について伺うんですが、トライアルのチューリップ賞3着でした。振り返ってください。そうですね、まあミルコちょっとあの日は前目が残ってるっていうところで、まあ内枠だしちょっと出してた部分で、あちょっとリズムがね、悪かったかなっていう感じはしました。ちょっとこれまでとは違うレースぶりだったということになりますか。そうですね、馬のリズムでいってしまいくるっていうよりは、ちょっと馬がこう行く気になってたっていう感じがしますね。前走からは中4周空くんですが、この間はどういった調整だったでしょうか。レース後も特に問題なく来れたんで、お箇所に向けていい、雰囲気で臨めるかなと思います。では追い切りなんですが、1周前追い切り空調チップコースで行われたと思うんですが、どういった内容だったでしょうか。まあ合わせて言ったんですけど、まあ本当いい雰囲気でね、一周前としては十分の動きだったんじゃないかなと思います。それを受けての最終追い切り、ちゃんと合わせ、どういった評価でしょうか。まあまあできてるんですけど、まあしまいはスッとっていうような感じでやりましたけど、まあリズムよく動けましたし、滑らかっていうかね、本当に気分良さそうな感じだったんで、いいかなと思います。今年1回叩いて、上積みというのは感じられますか。やはり前回はね、休み明けで少しナーバスなところがあったんですけど、今回は1回使われて、落ち着きが出ていい感じだと思います。今回なんですが、改めて阪神の芝 1600m という舞台なんですが、いかがでしょうか。まあ競馬しやすいですしね、そんなに枠順のどうのこうのってもあんまりないので、まあ落ち着いた競馬ができればと思っています。メンバーなんですが、力をつけている馬、それから初めて対戦する馬といろいろいますけれども、どう見渡していらっしゃいますか。そうですね、やはりね、自慢ですのでね、いいメンバーが集まったんじゃないかなと思うんで、まあしっかり自分の競馬ができないとちょっと厳しいかなと思います。自分の競馬というお話ありましたが、改めて理想のレース運び、どんなところでしょうか。そうですね、まあ自分のリズムでね、リズムよく生きてしまい、長くいい足を伝えると思うので、不利のないように、伸びてきてほしいなと思います。前回は前目でしたけれども、ちょっとそれとは違った感じになり、まあスタートしてのね、ポンと出てね、いい感じでいけるんだったら別にその位置でもいいですし、あえてせかしたり引っ張ることもなく、乗ってもらいたいなと思っています。厩舎の桜花賞馬といいますと、アパパネ、アーモンドアイと、そうそうたるメンバーなんですが、まあ、この馬もここを勝ちますと相当将来が開けてくると思うんですが、どうですか。まあできればね、そういうふうになってほしいなと思っています。代表質問は以上になります。その他ございましたらお願いします。ございますでしょうか。あ、先生すいません、はい、輸送って、輸送はね、今まあ基本的には土曜日にしようかと思ってますけど、金曜日になるかもわかんない。それは明日わかりますね。まあ、今日中に決めますけどね、はい、まあ、投票決まって、大体4つ行くんでね、そこら辺で一緒に行くか、ずらしていくかっていう感じですね。はい、過去の2勝とは違うって言いますかね、はい、1等は立等大罪、1等はその、3ヶ月ほど空けて、はい、いきなり臨むという形で、はい、今回は、2往復。関西圏に置くっていう形になるんですが、うん、そのあたりについてはどういうふうにお考えですか。まあ、サークルオブライフは輸送に関してはね、ほとんど全く問題ないですね。落ち着いてるっていうかね、だから今回また行くんだけど状態はいいと思いますよ。